転職に転職されたと。に<ー>、ね、立つじゃないかと。愛情豊かだということですよね。はい、えー、皆さん、プリティ中野の、一問入問、えー。番組名合ってますよね。合ってます。え、ちょっと。<laughs> いやいや、今のは入れてもらっていいんですか。え、本日ですね、9月のゲストとして、えー、お招きしましたのは。 あメルリックス学院あメルリックス学院ね知らない人はいらないと思いますけれども、えー、まあ何て言ったらいいんでしょうかあ日本の医学部および歯学部ですね、えー、のお予備校としてはですね長い歴史を持つ非常に実績の豊かなあ東京そして名古屋大阪と展開されておりますが、ね。 そのメルニクス学院で、まあ、生え抜きという言葉を使わせていただいていいのかなと思うんですけれども、現在はこの名古屋でですね、受験情報センター長として大活躍をされています。まあ、医学部、私学部受験の女神と、巷では言われているそうですけれども、実際そういうふうに思いますが、まあ、第一人者ですね。 えの、鈴村、鈴村道恵先生。<し>鈴村道恵先生をお、お招きいたしました。どうぞよろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。ますえー、あまり僕はあの、したたらずなもので、えー、うまくご紹介できず、大変申し訳ないと思っているんですけれども、どうかご自分でもですね、自己紹介を少しお願いしたいと思います。ああはい。 はいえー、動画をご覧の皆さんはじめましてこんにちは、えー、メルリックス学院受験情報センターの鈴村と申します。えー もともと名古屋の出身でして、私は。あの、大学で東京に出て30年以上東京でずっと働いてたんですけれども、えー、昨年名古屋に戻ってまいりまして、新しくできた受験情報センターで、医学部と私学部の受験情報の分析をしております。うんうん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あのー、もう、ベルリックスさんと、 同じ歴史を歩まれているというか。 メリックスさん大体30年ぐらいですかねえっと24年目いうことはあの鈴村先生が小学生の頃に入社されたそうですねそんな感じですその頃からあのねこの世界に飛び込んでいこうというねはいみんな計算しないようにいやねあのそう言いたくなるほどねやはり鈴村先生は この仕事を非常に向いていらっしゃるなとね、私は前々からね思っていまして、であのそもそもそのおメルリックス学院スタートの時からのおメンバーでいらっしゃると思うんですが。はいえー メルックさんんが初めての就職でではなかったんです違います。うん、あの私ずっと小説家になりたくて大学を卒業してから小説家を志しながら、うんまあ、派遣でいろんなところで働いていたんですよ。なのであの小説家を諦めて、まあ、才能がないなと思って諦めて前の,あの会社で働いてた知り合いの方が誘ってくれたのがメルリックスさんで能が 行ないと諦めたというふうに非常に謙遜なさっていますけれどもあの今からでもね、えー、小説またね、はい、あのお,お書きになればいいのではないかなかなか忙しいからそうはいかないと思いますけれどもね思うんですけどね、えー、こうなんて言うんですか「あ転職」という言葉ありますよね。はいはい アクセントは転職でいいと思うんですけどもそれと転職という言葉がありますよね、うんえー、これは全く音は同じようですけれども意味は違いますがまさにですね転職に転職されたという方だと思うんですよでそれはやはりねあの小説家的素養というかその文章能力 えー、これはまととめ上げるという力やはり小説家としてもというのはそのある意味ですね、えー、与えられた紙面というのがあってあ、はい、その紙面の中で仕上げていくという部分も必要だから、はい、そういうまとめる力、えー、文章能力、えー、そしてそれに加えてねあの取材をされる<ー>このお仕事取材というのは。 まあ見知らぬ人のところに飛び込んでいくと<あ>いうことがスタートじゃないですか、はい、そで,す、ね、でその時に相手の方が気持ちを開いてくれないといい情報は取れない確かに門前払い食らうかもしれない確かにですよね。ですよね。そういうことをあの本当にいろんな経験をねつ辛い経験もされたと思うし、えーね、いろんなその経験をその積み重ねられて今日の鈴村先生が。 ちょっとその辺のです、ねはい、この入社以来ですね、はい、どういう経緯をたどって今のように<ー>、えー、こう光り輝くね <laughs>、うん、医学部受験歯学部受験会にその名をとどかせられたのかという辺りをですね <laughs> ちょっとその経緯みたいなのをお聞かせいただければと思います。はいはい あの24年前も本当にビルの1階で何にもない、うん、教室の仕切りも何にもないところからまずスタートして、うんうん、であの教室ができて先生方呼んで生徒さんが来てっていうところから受付に座って、うんうん、ずっと立ち上げのね一番大変だったそうですもう本当に何にもないカーペットと壁と天井だけっていうところからだんだん生徒さんが集まるようになって。 <で>その時を始めたら渋谷だったんです。そうです。渋谷の今の場所にずっとありました。うんねね、はい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 。で、まあ、受付に座って、日々先生、うん、生徒さん、うん、まあ、保護者の方と接するうちに。うん、まあ、最初の十年ぐらいはずっと、その事務的な仕事をずっとやってたんですけれども。なんかやっぱり、生徒さんって、人生がかかってるので。うん、はい。 医学部に入れるかどうかって将来の職業が決まるじゃないですか、うん、うん、そうですはい私学部もそうですけども、はい、なので人生をかけてもう1819の子が来てるっていう状況に、うん、まああの自分としても真剣にならざるを得なくて、うんうん、であの見よう見まねねいろいろ進路指導とか。うん、なるほど。はい、ということはそもそも入社された時は。 あの、その、受験ということに対して、特に、えー、その、興味をお持ちになってたわけではなくて。全く興味ないです。うん。今も。受験そのものについてはね。はい、全く興味ないです。受験そのものについては興味はないが、はい、そこに息づく、その、生身の生徒たちと触れ合う、はい、そしてその夢の実現に、はいえー、こう、ね、えーはい、手をね、 えー、貸してあげるというか、はい、あお力添えをするということでの中にすごくのめり込むその魅力があったということなんですよね。はいうん、そういったということはある意味最初はそう思ってらっしゃらなかったかもしれないけど実際さっき僕が言ったように後から思うと転職だったなということになるんじゃないでしょうか。はい 中野先生もそうだと思うんですけど本当に引きこもごも人間ドラマが毎日展開されていて奇跡的なことも起きていてもう小説なんか書いてる場合じゃないよとこの子たちのために何かできることはないかってもうそれでハマってしまったんですね。なるほどね。だやっぱりそれは優しさというか愛情というか聖母マリア様のような。うんねえ。 だからミドルネームが何か作られたらいいんじゃないあ、なるほどはい鈴村マリア美千枝なるほどねはいいやいいですけど別にスポイルとかの方がいいかなあスポイル甘やかしちゃうそうなんですよつい甘やかしちゃってはいさあそれでですね実際に受験情報非常にお詳しいわけですけれどもそれは本当に現場にね本当にこういろんなところ大学に行かれてそこのね教員の皆さん 入試家の皆さんあと懇意になってですねそして貴重な情報を集めてこられるということで足で稼いでこられるということなんですがあの先ほどお受付業務からお入りになったということでだんだんとそういう仕事が任されるようになったということでしょうけれどもそうですね、はい、いきなりパーンとじゃあ1週間全部やってくださいじゃないですよね。 ということは、あっちに行きたい、こっちに行きたいと頭は思うけれども、会社の方としては、そんな、まだ全てあなたに委ねてるわけじゃないから、いわゆるそんな遠方のね、岩手以下に行くだとか、金沢に行くだとか、そういった時に、旅費というのは金の石も出るもんじゃないと思うんですどその辺をどうされたんですか私鉄道が好好好きききででああ神神社社もも歴史暇さえれば電車にに乗っって行たり だから例えば、まあ、岡山県に行く時にうん、うん、じゃあ川崎以下に寄ってこようかなとか。なるほど。あ岡山に行って、はい、浮田英家の。<laughs> ねえ、えぇ、ー、受け、受けたけの空気、ねはい、その通りです。それは味わっていきたいとか、はい、浮きあの、岡山の駅に立って八丈島の方を見るとかね。そう、あ,ね、あそこに流されたんだなっ思っそうですよねで。そう思いながら、あ、ちょっと、あ、あそういえば川崎医科大学がある、<laughs> <laughs> そういえば。<laughs> あなるほど。 はいうん、まあ、あのー、まあ、それはね、もちろん冗談でしょうけども、やはり初めからね、あの、川崎医科大学に行こうと。いや、そんなことないんですよ。<laughs> <laughs> あの、川崎医科大学は倉敷マスカットスタジアムと同じ駅にあるので、うん、私、野球観戦に行くので、うん、もう川崎医科のことはよく知ってたので、うん、まあ、野球観戦に行くついでに、じゃあちょっと大学寄ってこようかなと。うん、で、まあ、大学の方にアポイントメントを取ってお話を伺って、うん、旅費も出ないんですけど、で、それをメルリックスに還元してるうちに、うん ななんかこいついいいつじゃないかと、うん、まあそれはねあのー、<laughs> こうメルウィックスさんとしてはね役に立つじゃないかと <laughs>、ね、それはだからねやっぱり面白いなと思うのはちょっと受験の話からずれますけどねやはり人間があその組織の中で認められねそして、えー、その地位を築いていくということの、まあ、典型的なね<ー>、えー、そのストーリー まず与えられるのを待ってるのではなくてまず自分が楽しいと思いながら新しい領域を切り開いてこれ楽しいが大事なんですよね、はい、うんだから旅行が好きで歴史が好きでっていうそ,のそこは楽しさがあるそこに出張という要素が絡むというまあ理想的だと思うんですがいやそういうねやはりね実力を培っていかれてまた。 認められていくということなんだと。まあ、どうせ行くならね、仕事の役に立つことをしたい。で、まあ、せっかくだから、会社の人にこんなこと聞いてきましたよっていうふうに。還元してるうちに、なんか、あ、こいつ使えるんじゃないかっていうことに認めていただいたのかな。素晴らしいことですね。そうやって、いろんなところをね、回られてる時に、何か面白いエピソードがないですか。あ、ああの藤田医科大学、あの私、名古屋が地元。でも、藤田と愛知は、空行くわけですよ。規制のたびにね。で。 富士大科大学のオープンキャンパスに行った時に、うん、それも旅費出てないんですけど、うん、あの、解説講義ってあるじゃないですか。あの、過去問解説講義。はい,はい、はい。で、それにどうしても出たくて、その年からちょうど AO 入試が始まる年で<ー>富士大科の、はい、あの、当時は富士田県生大学でしたけど、はい、もう数産が出るか出ないかをめっちゃ知りたくて、過去問講義に行ったんですよ。はい、で、あの、帰りにバス停にちょうどその講義をされた先生がいらっしゃったで あ、これはと思って、うんうん、あ、先生、私、ちょっとあの、さっき授業聞いてましたって言って、名古屋駅までずっと数学の話を聞いてました。うん <laughs> <laughs> もうその先生からすると「ああじゃあ受験生の方ですね」みたいな何、はい、か保護者の方ですかぐらいの感じでなんかこう <laughs> あ「どうでした?」って言われて「うん、いやもうすごいためになりました」とか言ってで、ねうん「この講義のためにどういう準備されたんですか?」とか、うんあの「最近の受験生の数学はどうですか?」とか聞いて、うん、楽しく免疫までおしゃべりして「うん、あの帰りました」「すごいためになりました」 自然とナチュラルにね、はい、あのかみしめをつけたねあの面会ではなくてえ本当にこうその自然なもうある意味普段着のね、はいえー、その人付き合い、えー、というものがこう自然な。 なんてまあちょっと逆ナンパみたいな感じだったけます <laughs> バス停で絶対当たりで見てたら「チ <laughs> ョコンプラ大丈夫ですか?」「逆ナン」みたいな感じでしたよ <laughs> 多分 <laughs> 先生<や>先生って。で<も> <laughs> そういうことの積み重ねですよね結局ね一つ一つのそういうね <laughs> 足で稼いだ一つ一つのその動き。 え手を使い、口を使い、足を使ったという、その一つ一つの動きにを支えていたのが受験生の愛ですよね。あそうですね。あの、その他にもいろいろあると思うんですけど、はいはい、例えばどんなことが。 よくオープンキャンパスに行って、まあ質問するじゃないですか。まあ生徒の知りたいことでもあるし、私の知りたいことを質問すると、なんか、詳しい、めちゃ詳しい人だと思われるみたいで、何回か別室に。大学の職員だとか、教員の方からね。はい、そうなんですよ。で、こいつ何者って思われるらしくて、何回か別室に連れて行かれたことがあります。えあ、そうですか。特別相談コーナーに行ったら。私ね、この間、あの、金沢以下のね、 キャンバスに行ってね。でもそんな話何も来ないですよね。あのね、<laughs> あの普通のね。あのお父さんかおじいさんがね。<laughs> そんな感じに見られてね。で、僕が連れて行ってもらったのトイレでしたからね。<laughs> トイレどちらですかと言ったら、トイレこちらですよと言って親切なね、あの、女の子のね、学生さんがね、トイレまで誘導してくれたんですよ。素晴らしい。まさに私にとってのベーストのトイレだったんですけども。素晴らしい。いや、別室に何回かやっぱ連れて行かれて、で、あの、ず、あの、ま、身分は明かしているので、あの、もちろんその受験、突っ込んだ、あの、質問に対する受験情報もお答えいただけますし、逆質問 その最近の医学部受験動向どうですかみたいな、うん、受験生はどんな感じですかって志案者増やしたいんだけどですけどどうすればいいですか、うん、そういうことを客質問されるっていうのが何回かあって、うん、私たすんいやだからねやっぱりあの大学の方もね入試というのは非常に大きな非常に大きな。 ある意味、その入試をどのように行うかということは、大学の運命を決するような部分もあると思うんですよね。当然、そのことをその実際にやっておられる方は、よくご存知、それを自覚された上でやっておるので、やはり真剣勝負ですから、やはりあの受験生、そして保護者の気持ち、 このような演出で受験を入試を行った場合にどう受け止められるのかそれが受験生が増えることにつながるのかはたまた減ってしまうことになってしまうのかというところの呼吸というか機微というかそれはやはり鈴村先生にお聞きするのがいいというそれは非常に。 当然のことだと思い,ますいやいやでも大学の方も本当に真剣ですよね自分たちの欲しい人材をどう入試で集めるか、うんうん、なんかそこにやっぱりこうしてしまって何、うん、とかしたいっていう気持ちに対して何かお役に立てることがあればあそこですよね鈴川先生の本質は奉仕なんですよああ法師の精神なんですよなるほどだから生徒のためになりたいはいそうですねそれは保護者のためになりたいはいそうですそうです 受け入れる側の大学のためにもらいたいっていうね、はい、やはりね、愛情が豊かだということですよね。うん、いや、あの、これ、あの、なんていうのかな、あの。お世辞で言ってんじゃないですかね。<laughs> <laughs> うん、なんか、お世辞じゃないですよ。本当そう、そう思うから言ってるんですよ。<ー>うん、あの、本当そうだと思いますよね。うん,うん。 目の前に困ってる人がいると何かできることないかと思ってつい自分のためだと50%ぐらいしか出せない力が500%ぐらい出せちゃうんですよね怖いわすらしい声もないです言葉がなくなってしまいましたいやそんな全然どうしましょう感動のあまり僕は言葉が出なくなってしまったのでどうしたらいいのちょっと今私困ってるので手伝ってほしいですいえいえ 中野俊一郎、一問入管チャンネル登録をお願いします